おはよ う、パーティーキッチンでーす。あー、眠早い、今日は。今日はね、なんとロケです。イエーイ。題して、女子旅日帰りツアー、いちご狩りに行こうって。イエーイ。ということで、神奈川県の溝の口にあるムカサ農園。当てます。いちご狩りをしたいと思います。はい。では早速行ってきまーす。行ってきまーす。女子旅ですね。ね、なんか学生の時みたい。本当。どっかの撮影だとあれだけど、外だとこうメガネとかかけたり帽子かぶりたくなるね。うん。おちゃんも帽子だもん。私も外はいつも帽子。キャップ。帽子。よく見る。みさんは。私今日なし。そうだった。あんまり被らないですね。でも外にさ、最適なもの何かやらなきゃいけなくていいんじゃなかった？それあれですか？例のやつですか？やっぱね、あの時そういう話になったしさ。そうだよ、ね、しょうがないな。すげえ怪しい。すげえ怪しい。それでは尺秒クッキング、今回ちょっと対決したいなと思いますね。いや、僕が欲しかった場合はメガネをサングラスに変えるというどちらのマグロ丼が美味しかったですか？それでは一斉にお願いします。せーの、こっち。やった、罰ゲームですからねもう誰やねん本当に誰やねん、誰やねん感がすぎるねところで皆さん、おい、300円以内のお菓子持ってきましたかそう言われたけどね小学生の映像私のお菓子はポテトチップスのコンソメ味と、うん、ラングドシャと揚げ丸でーす、うんうん、このプチシリーズはもう定番っていう感じですよね。定番ですよね。そうだね、確かに。これでーす。ラットスナックと梅レンコンチップス。うわー、なんか大人っぽいお菓子出してきた。大人大人が300円。おばあちゃん。いやいや、大人ですって。はい、私はですね、いちごお菓子セットです。うわー、マロのマーチのいちごとダースの企画してます。あー、ね、美味しいやつ。美味しそうだった、これ。チョコボールな。あ、出た。いい。シェアハピタイプです。本当だ。いいね。で、それ300円以内ですか？うん、ちょっとね絶対嘘だ。絶対嘘。じゃん、カルパスを持ってきた。あー、最高。美味しい。カルパスと、食べ子供。美味しい。懐かしい。これはちょっと1個しかないけど。かば焼きさんだろう。私が好きなチョコたち。あー、コロン。チョコミントとガルバ。ブラックサンダーのチョコミントなんてあるんですね。ブラックサンダーチョコミント。なんか見つけて買ってきて、あと、私ホワイトチョコ好きだからガルボ。と、これでお菓子は300円なんですけど、あれあれあれ、バナナはおやつに入らないよね。いや、一房にしたの偉いと思って。偉いです。三房ぐらい持ってこようか、本気で悩んだから。佐藤さん。何？女子旅といえば、カラオケですよ、カラオケ。なんか歌い出すよね、女子旅。歌い出しますよね。BGM 欲しいですよね。何、みんなリクエストしてください、佐藤さんに。あ、いい。夏の思い出。夏の思い出。なんか寂しかしらんけど。しかも、歌詞ふやふやだよ。ふやふや。桜巻いてる。あっ、に忘れた記憶と。ポエマ。桜巻いてる中に忘れた記憶と。なんだっけ。さあさあ、愛の歌。わかんない。君の声が戻ってくる。いや、もうやめて。吹き止まない雨と覚えてるか、このままで恋しちゃったんだ、多分気づいてないけど、お空に届けピリとピリだな、走れるだろう。着いた、めっちゃいい天気。
めっちゃいい天気だね。今日のここのムカサ農園さんはお腹が空いたらモンスターでもう1年前かな、うん、そうですね、ぐらいに、はい、いちご狩りさせてもらったところなんですけど、うん、今日は4人で来ちゃいました。溝の口にあるんですけど、都内から車で1時間ぐらいで、うん、あと渋谷からも電車で20分弱、新宿からでも30分弱ぐらいで来れちゃいます、はいはい、都内からすごい近い、はい、で駅からもちょっとねテクテク歩いてここまで来れるので、ね、はい、うんうん、お散歩がてらのどかに楽しみつついちご狩りができるっていう、はい、都内からすごい最寄りのいちご農園さんだと思います、はいはい、美味しいんだよ、いちごがさ美味しそう、食べて欲しくてさ、めっちゃでかいもんね、はい、食べて欲しくてさ、全力でみんなを連れてきたいって言って交渉しましたんで、ありがとうございます。はい、じゃあここでいちご狩りをする前にルールの確認をしたいと思います。皆さんよく聞いてください。はい、第1、30分間指定エリア内で食べ放題です。2、いちごはハサミを使って取ってください。はい。3、ハウスの中で走ったり騒いだりはやめてください。第4、ヘタを取ってから食べると美味しく綺麗に食べられます。5、お子様から目を離さないでください。はい、はい、離さないでくださいね。こちらね、はい、ご協力ありがとうございます。30分間お腹いっぱい食べてくださいとのことです。はい、それでは早速いちご狩り始めましょう。こんにちは。こんにちは。やぶの中から。やぶの中からこんにちは。いちごからはこう見えてんだね。そうだよ。すごいさ、いいいちごがなってるよ。うん、見て見て。全然やぶだけど。うーん。甘っ。めっちゃみずみずしい。食べて食べて。剃ってますね。剃ってる、そこが剃ってるのがいいんでしょ。そうみたい。うわー、美味しそう。うん、先っぽ甘っ。甘うん。いただきます。うん、美味しい。甘うま。でもこのこんなに大きいイチゴだけど、これじゃあれでしょ、あの お口いっぱいならないでしょ、佐藤さん。ならない。詰めてあげるわ。詰めてあげるわ。うん。あっち、イチャイチャしてんの。おい、待てよ、捕まえてごらん。ほらあ、ここら辺すごいいっぱい乗ってますね。ちっこ、かわいい、これ。あ、すごい、かわいい。かわいいサイズがいっぱいあります。ここから取っていきますか。いただきましょう。借ります。うわぁ、うわぁ、うわぁ、ここに隠れとるわ。いいよ、いいよ、自然光いいよ。2個一気にいっちゃうから。美味しそう。あ、でも借りすぎは良くない。こっちにしよう。もう私今、7個入ってますけど。7個借りすぎた。いただきます。はい、いただきます。うん、無限大。うん、ふん、めっちゃ食べれる。うん、美味しい。止まらない。止まらない、これは。ちょっとちょっと、大きいの全然ないと思ったら、ちょっとあなたいっぱい取った。ものすごい取ってるじゃない、うん、食べさせてあげようと思って。あ、本当、うん、優しさ。おもちゃも食べてよ。食べてるよ、私。食べてる、うん、取りながら食べてる、うん、いちごどう。めっちゃ美味しいです。超美味しいです。大きいのいっぱい取りました。佐藤さん。なんだい。佐藤さん、私いちごミルク好きなんですよ。あ、知ってる。知ってます。知ってる。これでいちごミルク作りたいです。あ、贅沢な、いい、贅沢ないちごミルク作りたい。いいですね。そう言うと思ってたよ。思ってました。せっかくパーティーキッチンで来たから、うん、調理をやらせてもらえるように、うん、やった。お願いしてますから。やった。え、チョコフォンデュやりたいです。いいよ、多分 OK って言ってもらえると思う。いいですか。やったー。今回は特別に許可をいただきましたので、これからじゃあいちごミルクとチョコフォンデュやりますか。やります。やります。イエイ。じゃあ初めにザワさんから。はい、はい、チョコフォンデュ。はい、ザワさんの方はチョコレート、
牛乳を入れて溶かします。はい、湯煎で溶かします。ちょっと今日は暖かいんでやや溶けのやや溶けですね。やや溶けチョコレート先に入れさせていただいて、わーい。はい、じゃあ湯煎お願いします。はい、すぐ溶けそうですね。すぐ溶けそう。上と下の熱でね、今日は。じゃあ私はザワさんがチョコを湯煎してる間にいちごミルクのいちごをカットしたいと思います。めぐみさん持ってきました、いちごちゃん。うわー、真っ赤のいちご。枝取ってあります。ありがとうございます。いや、これめっちゃ甘い、本当に。売れ売れのやつを取らせてもらった。女子感あるって。やった。はい、お入れます。もうちょっと、いい感じ、いい感じだよね。いい感じよね。つかないといけないし、あんまあれすぎてもよね。まずお砂糖入れます。グラニュー糖入れます。なんか少なめで良さそうじゃない。私もそう思います。ちょっと4人分でこの1杯ぐらいで入れそうでございます。牛乳入れます。どんぐらいだろう。もうちょっといちご足そうかな。いちご入れようよ、いちごですよね。こちら溶かし終わりました。溶かし終わりましたか。こちらに入れてよろしいでしょうか。まずコンセントをあ、温めないとなんですよね。はい、温めます。そうなんだ。いきます。うわー、うわー、美味しそう。美味しそうすぎる。美味しそう。これで出来上がりです。イエーイ。いちごフォンデュの方は機械にチョコを流していきます。はい、来てる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 。いいです。いいぞいいぞ。あ、こんぐらいじゃん。いい感じ。いただきます。何はともあれじゃない、これじゃない。まずはもうこれ乾杯したいです。よっしゃー、いい、乾杯。いただきます。おい、うーん、こんなトロトロなのないよ。中ないですね。中が多くスムージーみたい。みんな見て、私のおやつのバナナそこに置いといたから。そんなにさ、いただきます。いただきます。いただきます。うわ、一口で。やっぱちょっとビター。うん。ビターのチョコ、ね。混ぜました。うん。あ、でもこのいちごが甘いからビターチョコぐらいがめちゃくちゃ合いますね。合いますね。ミルクとビターを混ぜちゃいます。見て。うわー。贅沢。何それ。やりたい。貧相になっちゃう。頭三つだけ。そばかすみたいな。貧相、そばかす。佐藤さんのそばかす。もうちょっとあるわ。もうちょっとあるわ。わあ、かわいい。フルーツおでん。フルーツおでん。フルーツおでんをチョコレートだしにつけて食べるよ。お、一口でいった。2個いっ、2個グイッと焼き鳥でかいよね。でかめっちゃでかい。でかい、でかすぎる。これもでかいから、こうまんまにつけてもいいから、満タンにつけても全然いちごの味が勝つ。負けないですよね、うん、味が濃い。おでかこんな大きいのに口に一つも汚さずに一口でいけるってすごいですよね。確かに、ブラックホールみたい。放り込むのすごい面白い。でもやったで、どんどんなくなっていくんだもん。めちゃくちゃ面白い、うん、私に食べさすの1個のアトラクションとして捉えてるんだ、うん、めっちゃ面白いもんだって、うん、じゃあ名残惜しいけどいちごラストです。うわー、でかー、やばね、ね、ほんと最高。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、美味しかったですね。食べましたね。すごい後ろ向からめちゃくちゃ食べた。まだいちごが恋しい、食べたけど、うん、
いやでもそうなんだよね、私もまだやっぱちょっと食べ足りなくてさ、やっぱり、うん、なんかあのここ直売もしてて、いちごお持ち帰りもできるので、ちょっと持ち帰りたいなと思って、うん、やっぱりそうですよね、はい、実は農園の方にお持ち帰り用のいちごを、うわーすごい、めっちゃいっぱい、2段、これはいいね、作りがいがあるわ、すごい、あーめっちゃいい匂いがしてるよ、せっかく持って帰れるのはなんか作りたいですね、本当、ね、なんかここでいっぱいフレッシュのいちご食べたからなんか作りたいですよね、うん、本当、うん、あごちゃんがやる気になってるよ、ね、仕事言えばあごちゃん、うん、すごい作りたい、スイーツスイーツ、せっかくなのでこのいちごお腹が空いたらモンスターの方でも紹介したいなというふうに思うんですけれども、あごちゃん一緒にスイーツを作ってもらえませんかね仕方ない、やったなんか作ろう、やったじゃあこちらのたくさんのいちご、はい、なんか今聞いたら3キロだって、うわ、3キロ、約3キロのいちご、ちょっとねどれだけ使えるかわかんないですけど、はい、使って超巨大なスイーツを作りたいと思います。このスイーツ作る様子はお腹が空いたらモンスターの方で配信しますので、ぜひぜひ皆さんそちらも楽しみにしてください。はい、お腹が空いたらモンスターの方は5月5日の公開になります。皆さん楽しみにしておいてくださいね。いや、どんなスイーツができるやら、何作るね、それはちょっと考えます、はい、これから、これからね。パーティーキッチンでは美味しい楽しいおもてなしをテーマにいろいろな動画を配信しています。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。